ベビーメタルのスーメタルさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくです。スーメタル、はい、ちゃんはですね、前回来ていただいたのが、12月ということで、はい、半年早いね、半年ってね。お久しぶりです、ね、もう絶好調ですからね、ベビーメタル今ね。いやもうメロメロですよ。メロメロですよね。私もこの前またライブ見てね、もうメロ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 でしたけどね。もう迫力あるのにね。そうです、もう神秘的ですから。でもですね、そしてですね、私は先日のライブで大変なことを発見してしまったんです。何です、はい、スーメタル生誕祭というのがですね、告知されてましてですね、はい、で気になったんで、はい、その日付がね、ちょっとですね調べてみたら、なんといつですか、誕生日はすーちゃん。12月20日です。そうですよ。あれ、ということは我々のですね誕生日の1日後ですよ。あらー、あ、一日違いね。あ、私実はですね、はい、本当は生まれる予定の日が20日だったらしくて、うん、早まったらしいので、本当はね、なんか全く同じ誕生日だったかもしれないんですけど。なるほどね。俺と一緒よりもスーメタルと一緒の方が良かったね、きっとね。その方が神聖な気がします。そうだね、なんか邪悪な感じ。これ一日でかなりの差だよね。そうですよ、ね、桜井を選ぶかスーメタルを選ぶかっていうので、いや事前に分かってればな、事前に分かってればな。ああ、俺だって上坂すみれを選ぶか、じゃあスーメタルを選ぶかって選択だってあったわけだろ。じゃあそうですよ、事前に分かってれば。絶対スーメタル。そうですよ、分かってればよかったですよ。そうね、すいません、そんなこんなですけど、はい、さてさて、先日ね NHK のワンマンライブがありましたが、はい、スーメタルちゃんどうでした。はい、NHK ホールって3000人のキャパじゃないですか、はいはい、で去年のこの時期って300人のところで初めてライブをさせてもらってたんですよ。6名間でね。はい、6名間 でそっから本当に1年経って10倍になってて、すごい、びっくりしました、ね、どうでした、その NHK の3000人のライブやった感想は。そうですね、うん、なんかまずそのお客さんの席に行ってリハーサルの時に見てたら、なんか本当にちっちゃくて、自分たちが、あ、だからスタッフさんとか動いてるの見ててちっちゃくて、ね、でまたモアユイとかちっちゃいじゃないですか。そうだね。だけどその中でなんかそれぐらいのお客さんを前にして、なんかみんなが一斉にヘドバンやってる姿とか、またその今回もワンマンライブって毎回ストーリーがあるんですけど、はいはい、今回もそのストーリーがあって曲があってっていうつながりになってるので、結構私たちも神降臨度が高くて、なんかすごいストーリーに入り込んで、あのストーリー私大好きで、紙芝居みたいなやつが出てくるじゃないですか、はい、もうあれでなんかこうね、第二形態に進化するとか、貼り付けにされたりとか、もうなんかおーってなりますね。でスミレが出てる、まさにね、あの中二病な感じ。でもこれって何、あのベビーメタル的には中二病とか言ったら、それはきっと神的にまずいんですかね。いやもう神ですよ、神、ね、神すなわち中二ですよ、ですからね。いやでもああいうのってやっぱメタルの世界観って、ね、あれ普通じゃないですか、うん、普通に演奏を聞くよりも個人的に非常に心が躍ると言いますか。で映像も生バンドですし、ね、はい、そうです ね。あとあのベビーメタルのグッズが可愛いじゃないですか。可愛い、あのメタル T シャツもそうだし、はい、前あった骨骨パーカーもすごい可愛いですし、はい、ね、だからなんかああいうのも魅力的だなって思いますね。そうだね、そう、今回ね途中からね生バンに完全に切り替わって、はい、え、もう休憩みたいに一瞬誰もが思ったんですけど、そこから生バンになるわけですけど、生バンのライブってどうですか。生バンドでは最近やらさせてもらって、多いよね最近。はい、そうですね、だから実際に結構ハードな曲が多いじゃないですか、はいはいはい、メタルって、はい、だから実際やっててもそのバンドさんのライブとかって行ったことがなかったんですよ、もともと。だからそういう楽曲を聴くのが初めてで、だから最初演奏した時にモアちゃんなんか、あのモアメタルが本当になんか生バンドさんに聞き惚れちゃって、自分が出るの忘れててみたいなことがあったりとか、だから実際に自分たちでも新鮮ですごいテンションが上がるし、上がるよね。やっぱり違いって言うと音の違いかな、はい、音大きいよね、音が分厚い、大きいというか、なんかそうですね、あとなんか後ろからエールをされてる感じが、あ、あとなんか本当にバンドのボーカルになった気分っていうか、歌っててすごい気持ちいいですね。そうだよね、あの音はこうバンドの撮るの慣れた、もう耳とかもだいぶ慣れたと思います、うんうんうん、ね、はい、やっぱりカラオケとね、ね、バンドってやっぱりすごく大きな差があるし、はい、でもやっぱりね、ベビーメタルのあのね生で来る雰囲気と、またね、あの生バンじゃない時は生バンじゃない時のすごいこう魅力もあって、どっちもね楽しめるバンドっていうのがね、バンドというかね
なんだベビーメタルはベビーメタルだからね。そうです、ドラえもんがドラえもんでしかないようにベビーメタルってジャンル分けが難しくない？そうなんですよね。どう説明するの？なんかよくあのアイドルなんですかメタルなんですかって聞かれるんですけど、うん、結局答えが出なくて、神です。そうだよね、なんかジャンルを言うとベビーメタルになるから、はい、もうなんかベビーメタルっていうジャンルをもう作っちゃえばいいんじゃないかって。そうだそうだ、それが正しい正しい。だってさ、ムーミンだってさ、カバなんですかみたいな話で、ムーミンはムーミンですみたいな話なんか、そうですよね、こじこじはこじこじですよね。でしょ、ベビーメタルはもうベビーメタルというジャンルを作って、じゃあ目標はあれだね、もう10倍で次3万でその時30万のライブやった後はもうなんかこうね、現代用語の基礎知識とかさ、なんか ね、 そうですね、辞書にね、英語の辞書にベビーメタルとか言って、そうです ね、 ヘビメタからね発生したかとかね、はい、まあね、なんかこう類似語がヘビメタルとかね、乗りますよね、ウィキペディアに載せるように頑張りましょう。はい、はい。